弱点ってわけじゃないけどあのそういう見方で見れば意外となんとかなっちゃうよ。はるまきさんはる春巻さんえ俺初めてああとちょっとちょっと。 こんばんばは YouTube に9.3のローファイルの比較動画が出始めましたねほう、私まだ見てないんだよね、えー、某噂サイトで紹介されている動画では9.2との比較では6400までほぼ9.2と遜色ない仕上がりで驚きです胴体撮影カメラ最強化弱点は2400万 画スのトリミング体制と120連射の1.5秒しか持たないバッファのみか <laughs> うんまあ例えばそうだね動体カメラ動体カメラ最強かっていうのはまあそうかうん。 画質うんぬんとかいう部分の抜きにすればまあもう歪まないとかって考えればうんやっぱ一応そこの部分では最強になるのか言う通りまあ俺トリミング体制って何をもってトリミング体制っていうのかなまあ当然ね今もう3,000万画素ちょっと前までは4,000万画素今では えー、6,000万画素のカメラがあるからそういう部分で比べたらトリミング体制っていう部分は当然ないよないんだけどもまあトリミングバンバンする人だからね私もむしろしないと仕事にならない人なのであの自分で撮った写真もトリミングバンバンするんだけども、まあ、そのためにトリミング体制があるために6,000万画素のカメラとか3,000万画素とか4,000万画素のカメラがあればいいって言ってたんだけども。 まあじゃあその前のの前万画素のカメラもずっっと使ってましたはい私ね今も今はないかな1台もはいなんだけどそれで別にないかっていうと別にそんなことないのであのそれでも全然トリミングしてたし最近やっぱね強化であったりとかあの解像度上げるスケールアップのアプリでも ババンバンやってて元のねあのー、スマホで撮った画質とかだとね結構やばいんだけど意外とやっぱね一眼レフで撮ったそこそこのこ2400万画素の画像を強化とかするだけでもだいぶ違うから、まあ、俺からすると、あのー、強化しちゃって強化しちゃった後をトリミングして。 そこの部分使うなんてこと、結構ザラにやってるので。まあ、俺、そんなに、今、もう昔ほどトリミング体制って全然禁止なくなったかな。うん、まあ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 、あの。当然、六千万画素の絵の方が綺麗なのは間違いないんだよ。うん。まあ、それは、上を言い出したら、きりがないんだけど、それでも、だいぶ良くなった。だから、まあ、あんまり、そんなにトリミング体制は気にしなくてもいいと思います。で、千二百万画素の、い、一点五秒しか持たないバッファも。あの。 これも結構さ当初さんざん言われてたけども別に俺も使っ,使ったけどね体験会であのさ確かに短いよ短いけど書き込みのことを考えればもうちょっとくらいバッファーはあると言ってもいい,い,いと思うんだよねでなんていうのかなもともとこのカメラがこういう撮り方 えと120個までローで撮影できる初のカメラなわけだよ。それで1.5秒しか持たないっていうふうに言うのはちょっとナンセンスじゃない、うん、今まで他のそういうカメラがあって1.5秒以上とか6秒とか5秒とかと撮れてるカメラがあってソニーが。 同じような仕様で出て1.5秒しか取れないって言うんだったら1.5秒で短いよねってなるんだけど <laughs> あのそういう条件下のもとの120個まで初の1.5秒だから遅いも早いもあ遅いっていうか短いも長いも判断も何もないじゃんこの機種しかないんだから、うん、現状、うん、違う俺言ってることだから、まあ、まあまあまあ時間的に見れば短いよ、うん けど120個までそういう撮り方をするカメラとしては初のカメラで1.5秒しか撮れないかもしれないけどじゃあ他のカメラで同じ条件で撮れるカメラで5秒6秒撮れるカメラがあるのかって言って考えた時に何度も言うけどないわけだからまあそれが弱点かって言ったら弱点じゃないと思いますよ。唯一無理なんだからそこの部分は,はい今後 Z9 がファーームウェアアップデートして120個まで 5秒6秒バッファーがあったら「ああ Z9 はできるのにアルファできないんだ」ってなりゃ、まあ、弱点っていうか「負けてるね」とかっていう言い方はなるのかもしれないけど現状的にはそうなのかななのかかんててちょっっとと俺思ったりし、まあ、そう考えれば、あのーまあ、今後も含めてまだまだだからそういう分では評価のしようがない、まあ、今後ね正式な製品版のファームインアップデートも出たので。 まあやっとそれの関係もあってね今は先ほど言ったように比較動画なんかも出始めていろいろなこうやっと検証もできてちゃんとした正式なデータでどうだこうだみたいなのも出てきて出てきてたと思うのでまあそういう部分ではあのこれから進化が問われるカメラなのでねやっぱ私が触ってた時も未完成っちゃ未完成だったのでね。あんまりこここででととかく言ったところで 別にあのソニーユーザーだっていうこともあるんだけどもまあまあまあそんなに悲観せずにこうもうちょっと様子を見てもいいかななんとはちょっと思いますまだそ,そうそうそんななんかこうね、えー、弱点っていうわけじゃないけどあのそういう見方で見れば意外となんとかなっちゃうよっていうことですはいトリミング体制も、えー、とバッファーの部分もねはい。